三重県からやってきました。これ何年式ですか？何が？何年式ですかこれ？バイク？はい。バイクわかんない。わかんない。年式不明。ダックスがやってきました。見てください、我が家にダックスがやってきました。おお。これをカスさんがですね、復活させようというわけですね。エンジンはかかりません。わざわざ持ってるんですよ。大きいやつか。大丈夫でしょうか。かわいい。かわいい。さあ、始まりました。カスさんチャンネルです。皆さん、先ほど見たように、ジャグリングショップ MDF にダックスちゃんがやってきました。これはですね、三重県からなんとドミンゴ・タコダさんが上納してくれたんです。上納やん、上納。これもとりあえず状況を聞いていきたいんですけど、まずパッと見た感じサスペンションが1個ないですね。ないね。サスペンションが1個、はい、シートあるんですね。シート、シートあるね。シートある、うん、シートある。おお、これもリア、なんだこれは、なんだっけ、リアキャリア、キャリア、キャリア。ほう、ないもんって何なんですか。あとね、タンクはね、ないね。これ中に入ってるんだけど、タンクはガソリンタンク。あ、ガソリンタンクってこれ中に入ってる、はい、中に入ってるタンクですよ。それがないと。ない、はいはい、作れってことあるんかな、どっかに。売ってます、売ってる、売ってる。だから、本物求めるとタコをつく可能性あるけど、うん、いわゆるバッタモンというか。あ、バッタモン、ね、中華のやつはいくらでもタコ。おお、いいっす。それはじゃあタンクは問題ないで、バッテリーは。バッテリー6ボルト入ってないですよ、これ。ここね、ない、ない。バッテリーを作る、うん、でこれマフラーない。マフラーない。マフラーない。マフラーはどこにつくんだ。マフラーをこう止めるステーみたいなのはもうないね。ステーもないね。ただその辺はマフラー買ったらついてくるような気がする。なるほど、なるほど。エアクリーナージョイントか。あ、エアクリーナー周り、うん、何年式かもわからないですよね。これ何年式かわかんないですね。え、これってこれで書類あるんですか。書類ありますか。ある、へえー。これタイヤって使えるんですか、うん、これタイヤはね、どうだよ、チューブタイヤ で、あ、チューブなんだ。チューブタイヤで、あとはこれ割るホイールだから。割るホイール、うん、この辺、この辺のボルトあるじゃないですか、はい、これ全部やると真ん中からもうパカって分かれてタイヤだけが残る状態ですよね、はい、合わせホイール、合わせホイール。だからチューブとタイヤだけもし新品にしたら、うん、そこの中にまたくっつけて貼るだけなんで、あ、割と簡単。いわゆるこう、こう普通のタイヤ交換のイメージとはちょっと違います。このこれもないですよね。なんかこうプラグコードちぎれとったっけ、わさび。ああ、プラグコード。じゃあプラグコード。でこれ言ったらエンジン開けた方がいいんですよね。これ。あのね、圧縮あるで。それも聞きたい、それも聞きたいですよ、うん。圧縮があるってどういう意味なんですか。要はそのこう動くってこと。まあ一つは例えば、うん、と固まっとる、かじっとる、いかれとる場合はキックが降りないんですけど。あ、なるほど。ね、今はキックが降りてる。降りてる。オイル、じゃあタンクなくてバッテリーなくて、ショックなくて、まあチェーンはまあまあ、はい、え、何、ウィンカー、ケーブルも、ウィンカーもケーブルもないと、うん、なるほど。ということで、こんな
ホーンがなるほどね、はい、カツさんチャンネルでやっていきたいと思います。できるかな、横型エンジンだったら全部乗っかるんで、はい、あのカブからモンキーから、はい、ダックスシャリーから、うん、まあ、グロムは